いってらっしゃい。いってきます。十郎さん、286個って言ったんですけど、もっとありそうですね。288個です。ツイッターで嘘ついちゃいました。まあでもこんなもんですね。そう、いや多いって言うてたよ。新井さん288個ですか。はい、288です。カタールの時はカタール何個やったら全然覚えてないです。超えてますか。でも感覚的には、感覚的には超えてると思う。また隣です。よかったですね。仲いいですね。新幹線、飛行機、キャンプの部屋、全部隣です。気が合うんすね。サディカ、いや、もうかぶれてるやん。どうも、こんにちは。どうですか、快適ですか。いや、快適っすね。寝れそうですか。寝れです、全然寝れです。いいですね、ありがとう。足伸ばせて、はい、いや、早くピッチで姿を、はい、頑張ります。離れて座ってる人もいれば、こう仲良しカップルシートスタイルもあるんですね。いやいや、あの後ろの列を見るとこう分かれてるじゃないですか。ここはなんかカップルシートになってますけど。そうですね、シアンくっついてきました。なんだなんだ、仲いい証拠かなと思って。何の組み合わせなの。どうですか、席は快適ですか。席はもう最高ですね。めちゃめちゃ快適です。井上選手も満足です。満足です。よかったです。じゃあ快適な旅を。英語で注文をする武藤選手、さすがですね。もう立派な発音でしたし。あ、ゆうたベッドあるわ。ベッド使う。久々に英語が使えてちょっと楽しいんじゃないですか。ちょっと英語使って英語の練習になります。英語の練習しないといけませんね。でタイで存分に対応します。はい、発揮してください。はい、了解です。はい、暑そう。ゴギ選手、現地の人じゃないですか。フィリピンだけど、フィリピンだけど、ちょっと惜しい。レオ君に母国って言われた。つぼい？つぼい選手いるんですか？つぼい選手集めます。